こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブン、ビビッとライブ配信を始めていきたいと思います。ライブ配信じゃない、動画始めていきたいと思います。ありがとうございます。リンアナモン。じゃあ、そのイベントやりますね。ずんこシリーズ、失敗することもあるかも。何これ。でミキさんの装置の動く音か。団体戦受付中、団体戦ですね、今週。今回は。マルームだったっけ？強化したい、選手を。チームか、育成。ルーミン何か欲しい色。じゃあ、すごいなパスの力も、シュート力も。私もそろそろ足に来たって感じ。
まだまだ飲み地の余地はたくさんあります。ビーボードってつ加工できんのかな。全部好感度を使っちゃいましょう。110とかみんな使うな。そうなんで扱い取りません。これ全員使えるんだ。あ、知らなかった。2つぐらいやりましょう。ドジックアピール。何だろう。はい。サッカーなんだ。こら。ああ、なるほど。食べれば。見えるようになる。張りがいいってことだよね。ビートモード、あ、そっか、ビートのポイントがほとんど残ってないから、解放しようにはできないんだ。まあ、レア度の方が大事だからね。行きましょう。試合？団体戦とか行ってたな。これか、団体戦。え、これ選ぶんだ。イベントはおっとこっちを開催してますね。ホーリーナイトジャッジメント、クリスマスイベント多いな。わーい、わーい、なんか気が、素敵じゃない。
これはやばいな、露出。行動力は84残ってます。2番行きましょう。みんな星8とかすごいな。星6のルービーが最高だからな。あ、いや、星、ディフェンダーだけど星6あるやん。こいつは、ま、どこでも行けます。じゃ左フォワードで働いてもらおうか。ルーミンも一強になっちゃってるからな。やったー、任せておいて。はあ、しょうがないわね。はあ、どうしましょう。ベッドに寝てるみたいだ。あ、袋なんだ、プレゼントの。あま？ほほほ。やったわね。素敵なステージよ。6年もよくこれ続いてるな。試合開始です。さあスタート。ナイスパスといえば、浜松思い出すな。鉄鉄バスの IC カードはナイスパスなんです。昔は行ったな。さあ、はい、2点目、2点目だ。もう2点やったんで。どんどん攻めろ。疲れてる選手絶対いるでしょうね。あ、でも案外疲れてない。ルーミンだって意外とまだスタミナ持つし、チェンジなしでいけますね。助っ人すごいな、スタミナが。4対0。
ジミーも一生を知ります。なんとかしないと。イベントポイントっていうのがあるんですね。これうまいだ。行ってみよう。
対ゼロで勝利です。試合開始です。すごいですね。テクニカルアーロン。試合終了です。なんか順調に立ててきてる感じだよね。チーム強くなってる。あんまりやってないんだけどね。やったねー。ルーイン独占すぎ。まあルーインに全勝力を注ぎ込んでるからね。ないです。4戦目です。攻撃力10。そなた。そなた行きましょう。
戦終了です。後半戦開始です。後半戦ですね。どんどん行きますと攻撃力も上がってるんで、回復フレンドワーク増加、これで5分ラストですかね。なんか当たり、行きましょう。試合開始です。すぎる、スタミナはわからん。ダイナミックフィルダーがちょっと不安ですね。なかったね。あ、間違えた。ディフェンダーと交代してしまった。みんなこの辺ディフェンダーだよな。ただ出番はない。いかがと触ります。頑張ってもらいましょう。後半戦開始です。
ゴールって言っても面白いですね。ちょっとでも。勝利ですよ。これで五分は突破です。入れ替え戦があるんだったっけな。やったねー。一気に2点。さあまたこのレベルで新しいスタートです。フレンドだったんですね、Qさん。あれ、そうです、昇格戦があります。昇格戦は2連覇効果があるのですね。リミスさん、足がいいですね。バランスいいな。イベントです。やったぞ。なんだと。はい、どうかお願いします。私が相手になろう。お任せください。さてと、手応えありです。お願いするわね。やっぱり敵は強いな。簡単にはいきません。ルーミンサイクロン先制点。ルーミンはシュートだけに使ってほしい。見破られている感じですね。さあこうなると、まあそうですね。そうなんだよな。
スキルチェンジって何だ。後半戦開始です。取りましたね。3-0の勝ち。どうせルール。よかったよかった。今回は申請遅れた。お願いします。さあ4部です。ここからが楽じゃない。ホテルでお泊まりってなんかダブルミーティングの、いや、ホテルだったらお泊まりでしょう。確かに。
ルーミンがちょっと疲れてる。彼女と交代。やっぱり、ね、クラスが上がってますからね、そんな簡単にはいかない。後半戦開始です。消耗してるんだ。基本的にはこのゲーム攻めること、攻め一辺倒だからな。後半戦開始です。まあ、結構ディフェンダーもスタミナ使ってるってことは簡単にはいかない敵ってことなんですよね。ゲームになってます。なんだ俺得点を奪いました。うわ、同点追いつかれたやん。なので本気の戦いを見ないとね。そうか、スキル使っちゃってるからか。あと何分だ。もうちょっとだ。うわー、これ結構真相ゲームになってますね。さ、同じ7部でも違いが違いすぎる。
両者一歩も譲らず PK 戦だ。カルソワジョ、さあ全員決まってます。お、外し止めた、1点差です。わ、外した、タイです。あ、やばい、今日負ける、あー負けた、敗北を知ってしまった、敗北を知ってしまった。負け試合のルー、領域あるんですね。先生送ります、カイトさんに。ここで足止めされちゃいますね。数値上がりやすいんですね。特攻開始じゃ。特攻があって、何これ。上がらない。スタミナ値はまず上げるべきでしょうね。B ポイント5。好感度って自然に上がるのかな？ということで、サルソバかっこかわいいの姿がありますが、ここで終わりたいと思います。今回はクリスマスイベントホーリーナイトジャッジメントをお送りいたしました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。この動画の概要欄にはブログ、ツイッターおよびこのビーナスイレブンビビットのプレイリストの URL ございます。ぜひご覧ください。ツイッターフォローお願いいたします。というわけでビーナスイレブンビビットライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。そばの話ばかりしてる。ゲーム動画で当然ですよ。私はそば屋の跡取りですから。そうだったんだ。ということで、また今度。